これは人間の食べ物です。なんで一人で食べるの？これは食べれないんだよ、あなたたちは。まあ、お座りするんでください。無理です。じゃあお手でなんとか。ちょっとこれでなんとか、私は撫でてください。はい。私は撫でてもらえれば。ななちゃん。はい。今何時ですか？今は12時47分。はい。安定の明日ディズニーのダラダラ前日でございますが。明日ディズニー、それが決まったのもさっきです。カチューシャがね、新しいの出るからね。そう、なんとね、それぐらいにね、行こうかなって言ってたんだけどね。私たち得のね、ワンワン物語とモンスターズインクという、うん、多分私たちのために明日はあるのかなっていう、うん、そんな日なのでね、まんまとその戦略に乗っかっていきますよ、明日。危ない。ちょっと YouTube やらディズニープラスやら見すぎて、ちょっともう今1時なんですけども、はい、お決まりの準備をしなきゃいけない。結構でもね、このね、ディズニーの前日の動画結構ね、待ってくださる方もいるので、ちょっとこれからね、ディズニーの準備をしていきます。まあでも相変わらずダラダラ準備すればね。そう、5時からだからね、まだ余裕なの。うん、ネイル、明日新ディズニー行くんだよね。夏なのでね、明日も17時から4時間だけのディズニーということで。はい、何の被り物で行くんですか？いや、だからあれでしょ、レディー&トランプでしょ。モンスターズインクは？いや、被れないって。暑いかな。絶対暑い。マイクはね、被れるもんね。だってマイクいつも被ってるね。マイクいつもファンキャップ被ってるもんね。ねえ、早く取りなよ。ねえ、マイク夏だよ、今。なのでこれから準備していきましょう。まずはじめに服ですか？まあ服ぐらいだからね。洋服と荷物がね、これ結構決まってんだよね。レディーってこと？うん、俺トランプだったさ。レディーって何すればいいの？いや、オレンジとか、オレンジと、まあ、茶色でしょ。それ決まってるから、はい、はい、やっほー、マイクだよ。マイクだよ。あら、かわいい。あら、かわいい。ちょっと俺考えてたのは、まあトランプなんで、こちらね、灰色の、灰色っていうか、まあ黒をベースにね、着ようかなと思ってる、まあ、灰色と、まあ夏なんでダボダボで行こうと思ったんですけど、ちょっとそういうわけにもいかなそうな暑さかもしれないんで、パワーパンにするの。パワーパンにする。でも明日暑くないよ。ちなみに30度超えないもん。でも暑いでしょ。うん、夏ではあるでしょ。涼しい日って感じ。え、じゃあダボダボで行く？ダボダボでも行けると思う。じゃあダボダボにするわ。ちょっとやっぱりデニムのさ、色をそんなに濃くしない方が多分トランプっぽくない？わかる？そのさ、確かにね、デニム、ソルトペッパーだもん。そう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 、これでいこうと思ってる。いいじゃん。で、下はどうしようかなと思ってんだよね。ちょっとスマートだからマーチンもありだなと思ってて、実は。なし。なし。色がなし。でもマーチン結構あるよ。白、白ならありね。でしょ、黒、白、エンジ、黄色、ほら4個。マーチンって言ったらいいの？勝手に頭の中でティンバー想像してた。これにまくって白でいく。うん、決まりました。買えなかったらどうすんの？それでマイク。これでマイク。これで俺は決まりです。ということで、今日の動画は以上になります。チャンネル登録。風によって両手を切断されたマイクです。やめてください。ブーさ、なんかうちのビションフリーゼのマイクはこういうのね、加減して多分噛んでるから、こんなことになんなかったんだよね。そう、もうブーがボロボロにするからね、ちょっとモザイクかけた方がいいかもしんないけど、この人は食べるんです、おもちゃを。そう、食べるまで噛むんです。では次は、なんかこういうキャラクターいたよね。俺にうまいでしょこれ。ジョージでしょ。え、違うよ。あ、ロッキー。え、なんかいなかった。あのディズニーランドオリジナルのやつでしょ。あ、そうだ、ロッキーだ。では次は、ナナさんお願いします。私は何も決まっていません。決まりましたか？怖い。すいません、ちょっといいですか？怖い。なんかいい服がなくて、ちょっとね、なんか買えばよかったなって思ったんですけど、とりあえずあのレディートランプの T シャツを着まして、ちょっとシワがね、くちゃくちゃだね。シワがね、ちょっと今発掘したもので発掘してきたものでちょっとシワがありますけども、その上にこちらのオーバーオール、そうだね、
ちらのレザーチックなオーバーオールを着てちょっと犬味を出そうかな。まあレディー味ね。レディーの色ってね、でもちょっとオレンジっぽいんだけど、まあ、やっぱコッカーはね、本来のコッカーってこういった色してる。まあね。で、レディーの、あの首輪の水色っていうのをこちらのカバンで取り入れようかな。素晴らしい。これはね、これマジ買ってよかったと思うよ。そう、こちらのお気に入りのね、ラウンジフライのレディートランプのカバンで、ちょっと水色も入れたりして、カチューシャすれば完璧ではないかというところです。素晴らしい。カバンは何に行くの？これです。何？どうだろう？どうですか？どう？いいかな？ブー、どうかな？ブー、どうって聞いてんじゃん。どうブー？え？あんまり似合ってないよ。いいだいぶ。まあちょっと地味かなっていうところではあるんで。いやいやいや、カチューシャしたら完璧になるよ。大丈夫かな、マイク。大丈夫。じゃあ次は、革の中身ですかね。はい。行きましょう。いつもと変わり映えのない。はい。カバンの中身。はい。じゃあ次にカバンの中身ですね。ちょっとお決まりすぎてあまりこれおすすめですっていうの紹介できないかもしれないけど、ちょっとやっていきましょう。はい。まあ、じゃあまずボツからです。そうそうそう。じゃあカバンはこちらでいきます。まあちょっとミッキーとミニーのさ、ショルダーバッグでいこうかと悩んだけど、だけどちょっと今回のコンセプトとはね外れてしまうので、僕は普通にこのウォルトディズニーワールドのショルダーバッグでいきます。まあまずスマホですね。スマートフォン間違いない。あとモバイルバッテリーですね。これは。アマゾンのセールで買った、アンカーのね、このマグセーフがなっててね、こういう気を見てて。充電できてるんですね。っていうね、便利マグセーフを持ってきます。あとはですね、お財布ですね。僕お財布ね、まあこんな感じで普段はこうやってくっついてないんですけど、いつもこうやってね、首からぶら下げてるので、小銭入れと、あとはお財布、お札とカード入れですね。まあね、5時からだから余計荷物が少ない。そうだね。あとはね、ガンレフですね。ってくんだ。ええ、写真さ、俺らインスタ上げなすぎよ、本当に。8月多分 2枚3枚ぐらいだよ。確かに。インスタのね、写真も撮りたいので、ガンレフ持っていきます。ありがとうございます。あとね、俺いいもん見つけてさ、これ、見て、明日にぴったりじゃない？確かに。これちょっと前にファンの方からいただいたものなんですけど、こちらをね、まあ今までこう、なんだろうな、使ってたけどさ、なんだろう、何も入れずにさ、ここに下げてたみたいな状態だったから、カバンにつけるのが一番いいんじゃないですか？でもすごい、レディートランプレディー。あとは大事なのが、こちら座禅薬でーす。じゃあどうぞ、奥さんやってください。はい、私はこの、アマゾン、ナナですって紹介。ナナです。レディートランプの、とっても可愛いバッグを持っていきます。開けても可愛い。で、私の持ち物はといえば、ナナの持ち物、こちらですね。休息時間を。面白くない。こちらのお財布です。お財布と、こちらのティッシュと、ウェットティッシュ。それと、こちらのハンカチ。ああ、この間買ったやつね。そう、ちゃんとこのね、色味をこう、レディー味にしてみます。ああ。抜かりなく。それと、こちらのリップと鏡。いつものセットですね。いつものセットだね。それと、こちらの顔がマイクみたいな蜂蜜レモンのキャンディーです。でもね、前回ね、コメントとかでも来たよ。あれ、グミがないって。前々回グミの主張がね、強かったからね。今回はこの蜂蜜レモンの飴を持っていきます。はい、チュ。はい、チューシューチュー。マイクチューシューチュー。はい、以上でーす。ということで、俺はこれからね、デュオをしたいと思います。私は寝ます。え？お風呂入んないの？ねえ、あ、これ動画見てるよ、ほら。ナナちゃんがお風呂入ってくれるようにって、この間プレゼントでさ、お風呂のスイカもらったじゃん。絶対明日早く来てるんだもん。ねえ、マジ怒っていいよ、ほんとに。お風呂の入んない人になってるから。そういうわけでないもん、寝る。寝る準備はしましょう。え、ほんとに寝るの？眠くなってきちゃった。もうこんな時間なので、明日に続きます。はい。なので、明日起きて、また動画を回したらと思っております。はい、明日に、タイムスリップ。気づいたら次の日になりました。バタバタしている日々でございます。ナナさん、今もうね、家に出る、もう過ぎてます。20分過ぎてますけども、はいはい、じゃないですね。早く急いでください。こんな落ち着いてる俺がちょっと怖いです。だってさ、マイクとブーをさ、疲れさせないと。そうそう、マイクとブーを散歩行ってたんだけど、もうちょっと急ごう。たくさん寝ててね。ということで、東京ディズニーシーに今参ってるってことなんですけども、なんすか、突然すごい。いやいや、だってさ、1年ぶりの C よ。確かに。そうです。このぐらいのテンションじゃない方がおかしいよ、もう。C はね、本当に。嬉しい。楽しい。
ビタミン A。大丈夫。ねえ、腹抱えて笑って。意味がわかんない。一回腹抱えて笑って。なんで、どっから E 出てきたの？ディズニーシーは目と鼻の先にございまして、はい、ちょっと動画撮ってなかった時に、ナナがね、あ、眠い、帰ろうかなって言ってました。帰ろうかなは言ってません。あ、眠い、帰ろうかな、ちょっとめんどくさい。あ、どうしようどうしよう。あ、もう、チケットその辺に入れてあげようかな。なんでそうやってさ、人のさ、価値を下げるか。まあ、眠いは言ったじゃん。それ以外は嘘だね。そうだよ。そんな中、テンションの低いナナゴットですが。作ってないよ。なんでさっきから低いの？だってなんかさ、意味わかんないことばっか言ってるから。なんで？例えば？例えば？いい、楽しいね。ビタミン E で言ったのは。え、違うよ。ビタミン A って言ったよ。嬉しい。嬉しい。楽しい。ビタミン A でしょ。だから楽しいの意味がわかんない。あ、すいません。車を止めて C に向かっていきます。はい。ということで、今日の動画は以上になります。チャンネル登録。グッドボタン。お願いします。TikTok。Instagram のフォローも。お願いします。では、せーの、バイボーイ。